皆さんこんにちは。今回はアップル純正バンドの中で一番安いスポーツバンドとスポーツループ、ソロループの中でどれが一番おすすめかについて話していきたいと思います。そうとは言ってもこれらのバンドはそれぞれいいところがあって、どれが一番おすすめかというのは目的によると思います。なのでこの動画では目的ごとにおすすめ順を話していきたいと思います。実際に使って感じた個人的な意見になりますが、参考にしていただけたら嬉しいです。では行ってみましょう。まずはバンドのサイズをぴったり合わせたい場合のおすすめ順です。スマートウォッチに限らないんですが、バンドに穴が開いているタイプの場合、サイズが合いにくい方っていると思います。そういう方に対してサイズぴったりで装着できる可能性の高いバンドというおすすめ順になります。まず3位はソロループです。これは穴のないタイプのバンドなんですが、サイズ設定がスポーツループやスポーツバンドと比較すると細かくないんですよね。ぴったり装着できる方もいれば、腕とバンドの間に少し間が空いてしまう方もいると思います。試着できない環境なら避けておいた方が無難かもしれません。2位はスポーツバンドです。スポーツバンドは2つのサイズのバンドが入っていて、それぞれ穴の位置が違うんですよね。なのでぴったり装着できる穴の位置がある可能性が高いです。ただどうしても穴の位置が固定なので、ぴったり装着しようとするとちょっときつめになってしまったり、逆にちょっとバンドと腕の間に隙間が空いてしまう可能性があります。1位はスポーツループです。スポーツループはマジックテープで留めるタイプなので、ほぼ全ての方の腕にぴったり装着できると思います。スマートウォッチはぴったり装着することで様々な計測が正確に行えるので、そういったことを重視したい方におすすめできます。次に身につけていて疲れにくいバンドがいい場合のおすすめ順についてです。前提としてレザーや金属製のバンドと比較すれば、この3種類のバンドはどれも疲れにくいです。ただあくまでこの中で順位をつけるならという内容になってます。まず3位ですが、スポーツループです。ソロループとスポーツバンドはシリコン製で、スポーツループはナイロン製なんですが、個人的にはシリコン製の方が肌触りが滑らかなので疲れを感じにくいです。なのでナイロン製のこのバンドは3位にしました。ただスポーツループも素材の肌触りはいいですし、素材による通気性の良さもあります。なので疲れにくく長時間の装着も可能です。このバンドを装着して寝るのも全く問題ないかと思います。2位はスポーツバンドです。先ほど話した通り、このバンドはシリコン製で肌触りにストレスが少ないので疲れにくいです。腕につけている感覚がそこまで強くないので、長時間の装着も問題ないと思います。疲れにくいバンド1位はソロループですね。ソロループと2位にしたスポーツバンドを比較すると、ソロループの方がスポーツバンドよりも若干柔らかい肌触りなんですよね。個人的にはソロループの方がスポーツバンドより疲れにくいと感じます。装着している感覚がないと言ったら極端なんですが、装着していることをそこまで感じさせない快適さがあるので1位にしました。次はお手入れが楽なバンドがいい場合です。おすすめ順位3位はスポーツループです。素材がナイロンなので汗が染み込んでしまいます。洗濯しないといけないのでお手入れは若干手間です。続いて同率1位なんですが、ソロループとスポーツバンドです。シリコン製なので除菌シートでさっと拭けばお手入れが完了するのですごく楽です。これから汗をかきやすい季節になってくるので、お手入れが楽なバンドがいいという方に関しては、この2つのバンドすごくおすすめです。次は人と被らないバンドがいい場合です。3位はスポーツバンドです。街中で見かけるアップル純正バンドはほとんどがこれなので、被るのが嫌な方は避けた方がいいかもしれません。2位はソロループです。理由は純粋に持っている人をほぼ見ることがないためです。ただアップルウォッチを持っていない人からすると、同じシリコン製のスポーツバンドと同じに見えることもあると思うので、周りから被っていると思われる可能性ももしかしたらあるかもしれません。なので2位にしました。おすすめ1位はスポーツループです。スポーツループもソロループほどではないものの、あまり使っている人を見かけないですし、何より腕につけた時の印象がスポーツバンドやソロループとかなり変わります。僕はナイキのスポーツループを使っているんですが、街中で身につけている人をほとんど見たことがないです。見た目がかっこいいという僕の偏見も正直あるんですが、1位にしました。はい、今回は目的ごとにどのバンドがおすすめかについて話してきました。完全に独断と偏見ですし、異なる意見がたくさんあると思います。もし自分はこう考えるよというようなご意見があれば、ぜひコメントいただけると嬉しいです。今回の動画は以上となります。この動画が良かったら、ぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。
それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。